おいしい。鶏の出汁がちゃんとすごいよね、出てますね。うん、うまい。夏にぴったりのスープね。本当にあっさりしてて。こんにちは、青池です。今日はイタリアの家庭的なお料理ポロコンチポラを作っていきます。いいっすね、はい、いいっすねって分かります？え、分かります。ポロはね、でも鶏だってことは分かってます。ポロ鶏です、うん、はい。コーンはなんか一緒に入れるみたいな。おお、そうそう、ウィーズです、ウィーズ。チポラは、まあ、トマトか玉ねぎどっちかってことですね。玉ねぎです。あ、そうだ、だってトマトはポモドーロです。あ、そうかそうかそうか、はい、そうか、ね、鶏肉と、はい、玉ねぎの料理ってことね、はい、あ、だから正式に言うとポロコンチポラエポモドーロかもね。あ、なるほど、ね、まあ確か間違いない。どんな感じなの？玉ねぎ丸ごとスープを以前作ったんですけど、その時はウインナー、ソーセージ入れたんですよ、はい。今日は鶏手羽でいきたいと思います。あ、そうか、もう鶏の出汁が出るから、もうあの料理のいいところはやっぱり、まあ本当入れてほっとけばちゃんと美味しいスープが出来上がるから、お肉も一緒に食べられるということで、間違いない。これ一品あればもうパン添えとけばもう間違いです。もう本当なんかイタリア人っぽいっすよね。イタリアの家庭的に、ね、いや、すごいいいっすね。もう鶏肉も絶対ホロホロになるしね。ホロホロになります。今日はね、手羽元ですから、うん、骨のね、周りから出汁が出て、出汁が出て、まあうまい。ソーセージ超えてきますよ。確かに、はい、はい。ポイントはどこですか？鶏のお出汁と一緒に煮込む丸ごと玉ねぎです、はい。で、トマトの酸味が入りますからね。夏だしね。さらに、いいね、そう、爽やかなスープになります。材料は鶏手羽元、なんとなんと16本です。そして新玉ねぎ、まだまだ美味しい新玉ねぎが3つ、トマトが入ります。そしてローリエ、ブラックペッパー、ニンニク、白ワイン、塩、コショウ、オリーブオイル、赤ワインビネガーです。ということで最後まで動画を見て、このポロコンチポラぜひ作ってみてください。このチャンネルでは家庭で簡単にできるイタリア風レシピをご紹介しております。毎日動画を公開しておりますので、皆さんの日々の献立作りにもお役に立てると思います。ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、それではまずね、鶏手羽を処理していきます。このままでももちろん美味しいですよ。ただ切り込みを入れて、下味をつけたいと思います。ハサミがいいですね、ナイフよりハサミで骨の周りで、こっち側皮目です。皮目をこう残しつつ、骨の周りをカットしてあげると、この隙間から味が入って出汁も出るし食べやすいね。ホロホロっと崩れます。少しの手間ですけど、これちょっと処理してください。じゃあ16本やっていきます、ね、手羽元は安くていいっすね。手羽元お安いわ、本当にすごい大好き。童心に帰るよね。帰る。これの唐揚げよく食べたよ。なんで、あの、本当にこのお安い手羽元が、うん、運動会のメイン料理だったのかちょっとわかんないな。確かに、なんでだろう、確かに、そこもも肉で来いよみたいな。そうそう、俺、うん、ごちそうだと思ってたけど。誕生日とか出たよ。あ、出た出た出た。誕生日パーティーでさ、友達呼んでやんなかった？1、2年生ぐらいまでやったかな。あ、そう、俺3年ぐらいまでやったかような気がするんだけど。まあ、大事よ、低学年で終わるかさ。中学年、中学年までいけるか。なんだろうね、確かに。でもさ、うちらがさ、子供たちにこれ弁当に入れてあげたことある？入れたことないもん。入れたことないないでしょ。いや、だからすごい大変だよね、うん、本当に。ほんと大変、あげんの。はい、鶏手羽にハサミを入れてちょっとこう開きました。そこにお塩します。下味つけて飲み込みます。 OK。 さらにお酢でマリネします。このね、お酢が鶏をさらに柔らかくしてくれます。ない方は穀物です。あ、穀物でいいです。今日はね、お肉なんで赤ワインビネガー使ってますが、大さじ2。これがね、美味しいんですよ、爽やかな酸味が。はい、で、一度揉み込みます。しっかり全体にお酢とお塩を行き渡らせてください。うん、いい香り。はい、 OK です。それでは10分置きます。鶏を漬け込んでる間に玉ねぎ、今日は丸ごといきます。この根の部分をカット、そしてここに十字に切り込みを入れます。ここでね、味が入るわけですよ。で、上の部分、この硬い部分はカットします。いいですね、新玉ねぎ楽しんでますね、今年も楽しんでます。さあ、それではニンニクカットします。一かけです。これは潰して中にね、芯があれば取り除きます。うん、OK です。最後、トマトをざく切りしておきます。今日は一緒にトマトも煮込んで、トマト風味のスープになります。いいですね、爽やかで夏にも美味しくいただけるね、そういうスープでございます。フレッシュトマトがいいですね。あの、ホールの完熟系のトマトもいいんですけど、やっぱ爽やかな夏のスープはやっぱフレッシュなトマトを使うのが、より夏に楽しんでいただけるスープになるかと思います。はい、それでは鶏肉をまず焼いていきます。オリーブオイルをお鍋全体に大さじ1程度引きます。そして
で火にかけたらもうすぐ皮目から焼いていきます。まずニンニク丸のまま入れます。で入れたらすぐに鶏焼いていきます。油が温まる状態から鶏肉皮目焼いていきます。あ、いいですね。しっかりお酢が染み込んでいて香ってますか。はい、香ってます。で皮目をね茶色くなるまでまずは炒めていきます。たっぷりです。もうあのギリギリ敷き詰めた感じ、無理やり、ね、あ楽しみだな。あれですよね、あの手羽元はちょっとくっつきますよね。くっつく、皮がくっつく。まあでもいいんです。それではもう軽くほんと表面ちょっと茶色くなってるところが見え始めたらもう OK です。次の工程に入っていきます。さあそれでは、旨味をこそぎ落とす意味であと風味付け白ワイン入ります。ない方は日本料理酒。はい、料理酒で結構です。あ、いいですね。白ワインの風味、そして白ワインが沸き立っております。でちょっとそこの方にヘラを入れていただいてちょっと旨味をこそぎ落とします。鍋肌についてる旨味、これが美味しいんです。 OK、 お水入ります。何 cc ぐらいですか。 600cc 入りますね。600、はい。そしてトマト入ります、うん、ね、トマトも一緒に入ります、たっぷりのスープ。さあここにようやくですけど玉ねぎ、はい、お肉をどかしつつ入れていきます。ツボで次ちょっと反対底を下にしてね、切り目が下と、切り目が下、はい、玉ねぎドンと。すごい料理だね。はい、もうすごい料理です。豪快にも程がある一応4人前です、はい、玉ねぎ3個ですけど4人前です。軽くお塩します。あの味付けは最後に決めますけど一つまみのお塩を入れて煮込んでいきます。さあさらにローリエ、これでちょっとちぎってね入れて一緒に煮込みます。さらにブラックペッパーホールで入ります。少しねスパイシーな味わいもここにプラス。 OK、 それでは一度煮立たせましょう。これうちはストーブだけど普通の鍋の人はでも使ってないと、落とし蓋がいいですね。落とし蓋でしっかりこうお水が滞留する、はい、スープが滞留するように。でこのストーブとかねちょっと重たいこれ系のルクレゼとかだったらこのまま蓋して滞留するんですけど、うんうん、でちょっと水分が減ってきたらちょっとずつ足せばいい。そうそうですね、あの足していただいてなくならないように。それではグツグツ言ってまいりました。弱火にしてそれでは蓋をします。はい、ここから約1時間、はい、待ちましょう。はい、1時間経ちました。それでは開けてみます。ドワーン、わー、柔らかく煮えとります ね。鶏もホロホロです、うん、もう仕上がってます。あとはお塩で味付けします。ちょっとスープの味見。うわー、玉ねぎ柔らかいね。やっぱ1時間も煮込むときっと美味しい鶏のお出汁吸ってるはずです。あら、美味しいね。出てますか。鶏の出汁めちゃくちゃ出てます。あ、そう。なんかお塩いらないんじゃない、鶏の出汁だけで、じゃああとパラパラで、パラ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 がいいと思います。お塩いらないと思います。ではお皿に盛ります。崩れないように優しく。うわぁ、どーん、立派、威風堂々です ね。今日は鶏もね美味しくいただくレシピになってます。ホロホロでしょうね。ホロホロですねこれね。そしてあとはスープ。このスープは余ったら硬くなったバゲット入れてもいいね。いいっすね、さすが上級者ですね。固くなる。ありがとうございます。トスカーノの人ですか。さあ仕上げです、オリーブオイルたっぷりいきましょう。ブラックペッパーいきましょう。うん、これはたまんないですね。はい、完成です。はーい、じゃあいただきます。はい、どうぞ召し上がってください。うん、美味しい。鶏の出汁がちゃんとすごいよね、出てますね。うん、うまい。玉ねぎ柔らかい。あー、お出汁美味しいですね。お出汁美味しい。そして鶏が柔らかい。ホロホロだよね。ホロホロですこれ。本当に鶏がいいね。もうなんか皆さんここまで作ってお気づきだと思いますけど、味変しようかなと思ったら、ここにカレールー入れてください。めちゃくちゃ美味しいスープだけどワイン合いますよ、うん、あ、そう、お、はい、今日は何、今日は白ワインあげております。ちょっと重ためな、ね、ちょっとリッチなね、しっかりした味わいの白ワインで鶏肉に合わせてます、うん、いいっすね。明日はカレーだな。最後までご視聴いただきありがとうございました。今日使った調味料、そして私が今飲んでるワインの詳細は概要欄にリンクを貼ってあります。ぜひ覗いてみてください。今日飲んでたワインは、今日はシャルドネです。エロスシャルドネというちょっと樽熟成した、非常にリッチなね濃厚な白ワインになります。なんでそれなんだろう。玉ねぎの甘み、あと鶏のねちょっとこう油にも負けないぐらいのちょっとこうしっかりした白を選んでました。なので実は軽めの赤ワインでも合います。お、もちろんロゼでも合いますけど、今日は白ワインでね、ちょっとリッチな感じを、演出してみました。ワインってほんと面白いですね
いぶ面白いな。